いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。愛席食堂ですか。違いますよ。いらっしゃいませ。急に髪型かぶっとるね。かぶっとるわ。見してみ、見してみ。染めてから。かぶっとるね。ちょっと。変えてんじゃん。なんでやねん。お腹すいた人。ちょっとお腹すいたね。すいただろう。すいたね。兄ちゃんは、うん、カレー屋さんを開きたいんじゃ。千鳥に引っ張られてる。千鳥に引っ張られてる。カレー屋さんをオープンします。おはよう。いらっしゃいませ。もう入店してます。もう席についてもらってます。あ、そういうこと。はい、いらっしゃいませ。ということで、兄ちゃんのカレー屋さんごっこに付き合ってもらいます。ごっこかよ。青春こいつでだいぶ経つよ。いやー、大人のカレー屋さんごっこだけ。ひわひわい。そういう、そういう意味じゃない。そういう意味じゃない。大人のって。大人のカレー屋さん。ガチってことじゃん。そういうこと。カレー屋さん見つけたんや。カレー屋さん見つけた。まぁ、あ、ちょっと、待っといて。本日のカレーセット、お好きなもの4種類選びます。おぉ、メニューがあると。メニューがございます。で、さすがに4種類全て作るのは難しいので、はい。いいカレー屋さんを見つけて、うん、そこで。契約的な。契約農家的な。そうそうそう、そういうこと。契約農家的な、仕入れてきましたんで、はい。こちらから選んでもらいます。はい。無印良品というね、ご存知ないかもしれませんけど。無印良品のカレーじゃん、じゃん。無印良品はカレー屋さんです。あ、そういうことなの？はい。で、こちらのマッサマン、キーマ、グリーン、プラウンマサラ、バターチキン、シチリアレモンのクリーミーチキンカレー。え、てか、はい、無印ってこんなにカレー種類あるんじゃん。これどころじゃないよ。あ、マジで。うん、何十だけ。え、マジで。そうよ。お好きなもの4種お選びください。4種お選びください。好きなもの。それ無印のカレー食べるっていう企画じゃん。違うんじゃって。ちゃんと、まあ、カレー自体はこれを使うけど、無印のカレーを使って本格カレー屋さんをする。なるほどね。そういうこと。では、プラウンマサラ。プラウンマサラ。グリーンカレー。こちらはインドカレーじゃなくてタイカレーですね。まあシンプルバターチキン。これはもう定番。キーマカレーいきますか。あ、キーマいく？うん。この4種でじゃあちょっと。いや、なんなら全部食いたいんだけどね。ちょっと注文してもらっていい？すいません。はーい。このランチセット、はい。L ってやつを。L を。チーズナンにもできますが。あ、普通のナンで。え、1枚普通のナンで1個はチーズナンとかできますか。あ、どっちも普通のナンで。いや、チーズナンで。チーズナンも食べてもらって。おすすめ。サービス、サービス。サービスね。はい。あ、じゃあ、チーズナンに2個できますんで。あ、ありがとうございます。なんとライスになりますけど、どちらもで大丈夫ですか。あ、じゃあナンで。あ、ライスもつけれます。ターメリックライスが。ナンで大丈夫です。いや、そっちはサービスで。サービスで。意図を読めよ。好きにしてください。はい、じゃあちょっといろいろご準備しますので、はい、少々お待ちください。はい、ありがとうございます。ということで、まずはこちらも無印のナンから作っていきたいと思います。あ、無印ナンあるんよね。そうなんよね。それをお客さんカメラお客さんカメラいや、なんか人手が足りないって言うんで。あ、やってもらいます。はい、ありがとうございます。無料で頼みますよ、今日のとこ。はい、いや、いいですよ。で、これ、あの、1個で大体4枚ぐらい作れるらしいんで、うん、まぁ、ちょっと2袋分作ろうかなと思います。これもね、簡単なんよなぁ。危ねえな、これ。これ危ねえな。今回やばいよ。やばい、厳しい。その顔はなん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 。探索街の角どっちかと。あの時の気持ちはなんなん。あの時の涙はなんじゃった。ぶち滑り。はい、じゃあこちらもう、入れていきまーす。2袋分一気にやっても多分大丈夫だとは思うよね。8枚。でも1枚がどれだけの大きさかっていう感じ、ね、あのね、普通のさ、お店で頼むやつよりはちっちゃいと思うよね。それの半分ぐらいだと思うよね、多分。え、じゃあめっちゃできるじゃん。そうそうそう。そしたら、水を2つ分なんで200入れます。1つが100なんじゃ。そういうことです。この計量カップもよく可愛いってコメントが来るよね。スヌちゃん。スヌちゃん。よいしょ。油を小さじ1なんで小さじ2ですね。オリーブオイルがご希望で。あ、オリーブオイルでもできるってことを逆に言ったら。はい。サラダ油もしくはオリーブなんで。なるほど。うちではね、健康に気をつけてオリーブ使っております。こだわりなんだね。こだわりです。小さじ2入れます。で、ヘラで混ぜていきます。最近お菓子作り勝利って慣れたもんじゃない？慣れたもんよ。粉使いは。いや、めちゃくちゃ取ってた。え？ちゃんと突っ込むや。たったたた。粉作りにはちゃんとたったたた。で、ある程度固まったらもう手でいっちゃいます。お、町のパン屋さん。何屋さん。パン屋さん。何屋さん。クリームパンが何個によるで。この瞬間この瞬間クリームパン
クリームパン。やめろよ、お前インスタでもクリームパンコメントばっかやったんだけど。やったじゃないですか。隠しとるって来たんだけど。いいんじゃないですか、こんなもんで。これを8等分一旦します。あのね、今ね、ね、まあ、ね、均等だね。こっちのこっちはね、あの端っこの方が薄いっていうね、これ均等じゃないっていう話だよね。出しちゃおう。丸めまーす。うわー、懐かしい。やるよった。やるよった。で、丸め方あるよ。見せてあげようか。もう見せてよ。発酵させるよね。そうよ。ある程度空気を入れるんだけど、こうやって、うん、で、こう中にこう空気を入れていく。で、後ろしっかりぴったりと、まんな、丸々。へー。なるとは思うんですよ。なるとるね。ピザ屋で働いてましたから。ちょっと兄ちゃんの店場頼んでくれる。兄ちゃんがこれカレー屋さんをするっていうコーナーだけさ。でラップして10分置いときます。10分数えといて。1から1234600まで。567891011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 
次はターメリックライスを仕込みたいと思います。ターメリックライス、黄色いやつくらい。はい、まあ、簡単です。あ、そうなんじゃん。はい、サンゴを入れてます。普通にサンゴのとこまで水を入れます。ちなみに無洗米使ってますでしょ。はい、水の量は変わらず、変わらずもう普通に。でこちらのターメリック、これをね、だいたいね、小さじ1ぐらいかな。こんなもんかな。おお、小さじ1。そしてバター、バターもまあ小さじ1とかぐらいなんですけど、まあお好みでいいよね。バターは好きな人はいっぱい入れたらいいし、これぐらい入れておきます。軽く混ぜて、普通に入れて、普通に炊飯するだけ。これだけです。おー、そうなんだ。簡単だね。簡単よ。大体みんなね、料理はね、基本的には簡単なんよ。みんな知らんっていうだけで、難しいって思ってるかもしれんけど、知れば簡単。名言。で、こちらもまた仕込んでる間に、インドカレーで言えば、タンドリーチキンあるでしょ。はい。あれをちょっと簡単に作ってみたいと思います。おー。ここに買ってます。チキン。手羽元ですね。これをもうほんと簡単に誰でもできるように。マジで？なんちゃってな感じなんですけど、まずはジップロックの中に入れます。ぶち込め。これ誰でもできるよね。ぶち込め、もう誰でもできる。ここでつまずかれたらこっちももうお手上げ。カメお手上げください。はい、そしてここにこちらのヨーグルト。お、コトーシュ。まずヨーグルト入れます。これね、8本入ったのかな今。ほんとこれね、適当で大丈夫です。全体が浸かればこれかな。大さじ4ぐらい入れたかな今。で、カレー粉。カレー粉、今こんなタイプのカレー粉あるんだ今。そうそう、もうカレー味をつけるっていうやつがあるよね。あ、ふりかけ的な。そう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 。これも適当にふりかけまーす。ダン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 。はい、そしてニンニク、こんなもん。そして生姜、こんなもん。ニンニクと生姜はまあ同じぐらい。いや絶対うまいよこんな。塩、こんなもんかな。胡椒、今一切手を汚してないけど同じぐらい。ケチャップ、こんなもん。これで揉み込んでいきます。うわ、クチュ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 シュワシュワ。うん、仕上げはお兄さん。ハウダセジェイソンステイサムかと思った。はい、こんな感じで揉み込んで、これ絶対うまいよね。うん、絶対うまい。ただ味の想像はあんまつかないね。うん、でもインド色、インド料理色。空気は抜かしてもろって冷蔵庫で入れてちょっと寝かしておきます。あ、十分だった。はい、よくわかりません見た目は。でこれを伸ばしていきます。これは小麦、あの打ち粉的な小麦粉ですか。はい、そしてこちらですね、伸ばしていきます。意外とね、伸ばすのって難しいよね。そうなんだね。でもなんてこのね、いびつな形がナンっぽいよね。ね、はい、こんな感じです。ちなみにチーズナンの方、まあ、これはもうこれで焼くだけなんだけど、うん、チーズナンの方も同様にまずは伸ばします。はい、こんな感じでやって、ここにチーズを入れます。チーズを入れてくるみます。へえ、楽しそう。やりたい。やりたい。よく口を閉じてもう一回伸ばします。はい、これで OK です。へえ、簡単。こんな感じでどんどん作っていきたいと思います。
それではチキンを今うちに焼きたいと思います。よく味が染み取るといいね。腹減ってくるわマジで。ターメリックライスもめっちゃいい匂いしてきた。うるうる。オーブンで焼くんだ。オーブンで焼きます。これで200度で20分。うん、これ余熱とかはなしでいいんじゃん。あ、ちょっとしといた一応。あ、なるほど。しばしお待ちを。はいはい、それではナンを焼いていこうと思います。ついに。ここに書いてあるのだと、フライパンを中火で熱し、生地を乗せてフライパンに蓋をすると。で、表面がポコポコ膨らんできたらひっくり返して蓋をなしで焼くと、弱火で。じゃあまずは中火で2枚使いでいきます。おお、DJ。ちなみにタンドリーは追加で3分今やっとって、1分半あと。いい香りはしとるね。めっちゃいい香り。あ、ちなみにこっちは炊けてます。でね、うん、いい香り。油とかはしかんのかな。うん、フッ素加工とかがないと、まあ、敷いてした方がいいらしい。うん、こっちは普通のナン焼いて、こっちはティーズナンをで、蓋をしとくと。表面がナンっぽくプクプクしてくるらしいけ。はい、そしたら OK らしい。了解。はい、どうでしょう。そしてチーズナンの方膨らんできてます、うん、こっちもね、いい感じに。あ、いいね。ナンらしくなってる。ひっくり返すよって。おー、ナンっぽい、ナンっぽい。ほらほら、いいじゃないの。いいじゃん。おー、めっちゃ膨れるじゃん。ちょっと焼き色がつくぐらいまで。いいね。焼いときます。いやーっつって。さあ、ナンもいい感じです。もうほぼいいんじゃない。いいね。いいね。そしたら最後、カレーを温めるっていう。これがメインな気がするな。一番簡単なんだけどね。湯煎でいきたいと思います。間違いなくうまいって言わせれるもん。うちの特製カレー温まりました。無印の。はい、持っていきたいと思います。なにこれ。よいしょ。キーマカレー。よいしょ。プラウンマサラ。エビカレーちゃん好きなんやん。グリーンカレー。よいしょ。ここはちょっとうちアレンジでいらっしゃいます。生姜ですね。生姜？なんかタケノコとかはあるけど、まあ何でもいいんだけどね、正直。こっちかな。生クリームです。生クリーム最後に垂らしたらおしゃれになるけど、大体。はい、どうでしょうか。めちゃくちゃ本格的じゃない。腹立つ、なんか。ちょっとなんか腹立つ。なんでや。なんか腹立つわ。こちら用意します。何それ。よいしょ、よいしょと。うわ、腹立つな、なんか。腹立つわ。そしてターメリックライスもおかわり自由なんで、うち。ありがとうございます。はい、おー、綺麗。はい、パセコ振って。パセコ振って、チーズナンと普通のお菓子でもろって。ほんま忙しいんだけど、うちは。いや、客一人じゃない。忙しい。初日だけね。しっかり焼き上がった。うわー、カレーチキン、うまそう。よいしょ。何本いきます？3で。3で。はい。はい、ということでできました。無印のカレーで本格カレーセットです。お、すごい。うまそう。テンション上がるでしょ。うまそう。いただきましょう。いただきよう。お待たせしましたね。 あ、はい。スペシャルカレーセットです。 あ、ありがとうございます。撮って。客撮るシステムない。撮って、うん、客撮るシステムない。さあ、食べてください。いただきます。お待たせしたけやね。ありがとうございます。お待たせっていうか一緒に作ったけど。結局ね。じゃあこちら何からいただこうかな。じゃあ、お、そのままこのままがじりついていいですか。どうぞ。いただきます。つけるんかい。え、何だけで食うんかと思った。あ、そういうこと。それだったら何からいただきますじゃなくてさ、バターチキンカレーからいただきますじゃない。確かに。いや、確かに。なんかこう。あ、お好きにどうぞ。食べてください。いただきます。味はね、間違いないはずだけどね。うまい。間違いない。うまい。何もいい感じ。
うん、なんかちょっと時間経ってパサついてるね。ちょっと冷えてる。うん、炊いたターメリックライスよ。なんで炊いたターメリックライスを。こっち行っちゃう。こっち行っちゃう。あ、うまい。うまいね。うまい。こんなうまいでしょ。うまい。チーズナー開けてみてや。開けちゃう。いますね。おー、ちょっと冷えとるけどビヨンならんね。うん、ピーマンいっちゃう。お、いいね。これさ、家族とかでやったら超楽しくない？楽しい楽しい。手間ないし、ほとんど。ね。うまっ。ちょっとあの焼いてるやつチンしてくる、チーズね。そうやね。チーズナン、みんなさんがやるときは、結構ね、あれ、量入れるの難しいんだけど、入れるだけ入れた方が、チーズを感じれて美味しいかもしれない。タンドリ貸していただいていいですか？いってください。チキンの間から、こんにちは。いただきます。いただきます。あ、うまいわ。うまいね。ふっくり焼き上がってるね、オーブンで。じっくり焼いたけ、うん。もうちょっと濃くてうまかったかな。そうやね。カレー粉を増やすのがいいかな、じゃあ。うん。でも十分美味しい。めっちゃ美味しい。チーズナンビヨンならんかったら悔しいけどさ、ちょっと温めて持ってきたわ。熱っ熱っ冷めるまで待たないけん結局よいしょ。あんまならんし。うまいでガンス。今日も出ました、うまいでガンス。うん、ということで、大満足ですね。ごちそうさまでしたー。ごちそうさまでしたー。マジうまかったわ。うまい。まあ、無印のカレーだから。ただ、兄ちゃんはあれをやりたかっただけ。うん、でも、タンドリーもめちゃくちゃうまい。うまいでしょ。まあ、この動画見てくれたら多分みんなもできると思うんで、はい、ちょっとあれにするだけでテンション上がるじゃん。はい、ぜひやってみてください。はい、ちなみに、あのカレー入れとった、このボールあるじゃん。うん、これまあ、ボールなんだけど、ちっちゃい調味料入れみたいな。うん、これ100均にあったやつだけ。あ、そうなん？そう、100均で買えるし、トレーは Amazon で買ったんだけど、まあネットで探せばすぐあるんで、無印カレー屋さん、皆さんもやってみてください。テンション上がる、確かに。ね。うん。じゃあ、美味しそう、楽しそうと思ったら、ぜひ皆さん、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。お願いします。なんなん？なんでしょうか？なんですよ。お後がよろしいようで。他の動画も見てね。見てねー。またねー。またねー。急にアホになったよ。